GM チャンネル井戸の底が怖くて諦めるどうもーゲームマーケットがお送りする GM チャンネルでーす。今日の MC はサイリーそして相方はおいちゃんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、おいちゃん、はい、今日は何のゲームをするのかな。はい、ではサイリンさんには引き続きゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD をやっていただきます。はい、わかりました。はい、お願いします。前回は、確かゴロン鉱山で重くなるブーツを履きながら、はい、いろんな磁石みたいなもの壁伝いに歩いたりとか、そうですね、そういうのやって中ボスを倒したあたりでしたね。そうですね、それで弓矢を手に入れて、うん、続きからって感じになりますね。そうです、今日はもうゴロン鉱山制覇できるんじゃないかなと。お、今回で、うん、思ってます。まあ、前回もそういう話したけどさすがに1時間じゃ厳しかったですねちょっとね、1時間で厳しかったかな。うん、なんで続けてやっていこうと思います。画面どうぞ。はい、それでは早速ゴロン鉱山を突き進んでいきたいと思います。はい、お願いします。はい、こっちだね。うわーい早いよ、一発目からもうね、もう私は強くなったから。あ、弓矢がゲットしたよ。いや、出てきますね、その時は。うん、じゃあ、あの子は積極的に弓矢を使ったら使っていこうと思います。はい、こっち側から来たのでまっすぐ行きますよ。これは、お、あー、痛い。え、あ、めっちゃ危ないじゃん。危ないですね何も動揺しなくなったは？え、まあ、これは何かしら倒す手段があるはずなので、これか。で、これをキャンセルしたいときは、は、A ボタンで戻る。戻る、よし。弓矢するとこないわ。あ、こんなところに何かがある。まあ、安全地帯みたいなも感じですかね。なるほど、じゃあここは燃えないってことか。そうですね、敵に認識されてますね。だね、もう弓矢使うとこないもんな。よし、行くぞ。これ、入れない全然いや、燃える分かった、はい、やめてどういうことは、燃やされちゃいます。燃え尽きちゃう、あった、安全地帯。あそこがコアになってますので、あそこを破壊してあげるとこいつは止まります。うん、ああ、コアなー。そういうことか。ああ、こういうのが得意だ。なんでこれ全部、うん、射抜いちゃいましょう。射抜くってことね。したらね、いいですね。うん、いや、回復したいですね。そうですね、ちょっと回復する場所があるといいんですけど。そうそう、これで、あとは一番奥に行きますか。うん、あんま近づきすぎるとレーザー撃たれちゃう。気をつけてね。いいですね。よし、じゃあこれでもう入れるのかな。それを掴んで引っ張ってあげたり押したりしないといいですね。ほう、あ、こっちだこっちだ。あー、なるほど。この敵は弓矢か。ここ多分出てきますよ。
こういう弓矢を使って倒す敵がね。ちょっとね、皆さんすいませんね、あの HP を回復しようと思っています。そっちには何か部屋があります、ね、あらららら、行ってみましょうか。うん、なんだ、あ、いたまさかこんなところに。おお、ようやく来てくれたゴロか。お前さんが来るのは分かっておった。ほれ、わしの持つ鍵が最後じゃ。受け取って三つを合わせるゴロ。完成した。その鍵を使えば族長ダルボスを封じた間が開くゴロ。おぞましい異形の姿に変えられたダルボスの力は計り知れない。じゃが、わしはここまでたどり着いたお前さんの力を信じよう。さあ、族長の入れ間に急ぐゴロ。ねえ、さあ戦いましょうか。戦おう。でも HP をね、そうですね、ちょっと自分とかを回復しましょうか。うん、ないね。出ないのかな。出ないのかな。ちょっと回復したい。でもその前に宝箱を開けますね。そうですね、開けましょう、うん、おお、でも50ルピーですか。すごいすごいすごい今すごいショックだったけど、なんでだろう、回復系が欲しかったのかな。あ、あったあったあった。もうないかな。出ないですか。出ないね。欲しい時には出ないね。ここは出にくいんですかね。うん。じゃあこれを開けたらもう出ちゃうね。出ないね。よし、戻ります。はい。いや、ボス戦の前に回復したいですね。まあ、ボス戦に行くまでにはそうですね、うん、絶対回復して、しておきたいですね。ね、まあ、こういうのがあったってことは、まあ、いろんな場所に部屋があったりする可能性もなってんじゃあらずね。そうですね、うん、まあ、マップを見る感じだと、とりあえず今のところがだったかな。かな。あった。まだコンパス出てないですね。そうなんですよ。だそろそろコンパスは出るのかなと。あ、これかな。これですか。来たー。コンパスで、あ、こんな騒がないみたいだね、みんなね。嬉しいんだけどな。初コンパスかな。このダンジョンは初コンパスです。うん。回復うん、だいぶある程度したね。そしたらそれも引っ張って先進みましょうか、うん、はい、進みますよ。掴む系が今後出てきそうだな。トカゲ、あそこに光、うん、怪しいものが多いな。あ、全部弓矢倒してみましょう。そうだね、あ、まだ近づいたらそうだね、近づいてきたら近づいた。で、離れた時に、なかなかね、弓矢もったいない気がしちゃうもんね。まあ、結構そんなに節約しなくても壊れそうで壊れないですね。うん、壊れそうで壊れない。うん、弓矢で燃やすのかな。でも燃える素材じゃなさそうなんだよな。そうですね、もうちょっと考えないです。うん、
かな。そこを開けられます、ね、開けるためにはきっとこれでパーンして、え、ゴルゴルゴル、あった、な、あれ嘘、こんなとこに行くの、え、わかった、もうわかった、わかりました、弓矢、おー、冴えてます、今日の私冴えてるさっきの1時間全然冴えてなかったけどあれ、またやここです、後ろです、後ろ、床が天井になってる、あー、そうだそうだ、あ、これだ、よし、そのまま、そのままね、うん、よーし、さて、次ですね、あ、何かある、飛ぶぞ、トン、ほい、オープン、50ピいや、大事ですよそうだね、まだあんま買い物してないから実感湧いてないだけなのね、これを開けた方がいいな、あ、出た出た、お、弓矢ね、分かったよ、もうまるで一回クリアしたことがある人みたいだったでしょすぐ気づいていただいて、大変満足してますおいちゃん、話し方丁寧 , 笑うんだよな、よし、うん、で、うん、戻っ、ってことはここで降りてねってことだね、しかもちょっと一回下がったぐらいでポンと、なるほど、あなたの作ったあなたの気持ち受け取りましたまあ弓矢で行けるようになったら一番増えてるな、うんうん、で、多分これにも乗るんだよね、これはあっちに行くのか、あっちに行っちゃうやつ、こう矢を打ってくる敵がね、こっちにも矢がありますから、そうだよ、ちょっと見当たってみましょうか、敵がいっぱいいますね、うん、いる、意外といるんだよね、全部矢で落としてやりましょう、おいちゃんのその全部やっつけてやりましょう全部落としてやりましょう、好きあまりキャラになさそうだからゲームの時だけなるんだよね、わかるよ、うん、あ、いいですよ、いいね、このくらいかな、お、いいです、うまいです、うん、お、うまいですね、おー、慣れたもんじゃないですおー、いいね、これ近いから多分ここら辺でいいんじゃないかな、お、うん、だいぶもう分かってきましたね、弓矢の軌道っていうか、うん、弓矢分かってきた、ちょっと下目なんだね、そうです、そうです、近かったらまあ近いから大丈夫だったりもするんだね、狙いをそのままでね、はい、倒しました、で、あら、左側にも道があるな、これは乗っても意味がないやつ、あ、ちょっと先行って
て見渡してみましょうか。うん、もうちょっと高いところ。うん、この辺で見渡してみましょうか。何があるかなあ。向こう、あ、あったよね。そうですよ、あったあった。そうだよそうだよ。こっから狙いますか。こっから危ないから。行きましょうよ。うん、下目だね。おお。これ は判定が広かったね。まあそうですね、今のは。ね。よし、その後ろに何かありますね、そいつの。あ、マヤ文明。なんだ。あ、これは引っ張ってみるしかないね。開いた。こういう仕掛けもありますので、うん、引っ張ったり押したり、引っ張ったり押したりする。これからも最後まで押してあげると結構なことができます。そこがね、最後までちゃんと押してあげよう。思った今。察しがいいんですけど、それ早く受けないと。そうだ、そう、爆弾系だと思ったのよ。ああいう、あ、だから、わかった、察したよ。私はやってほしいこと、わかったよ。制作側のやってほしいこと。そう、これな。おー、素晴らしい。ふぅー、向こうに行けってことか。で、あの、あそこのを火で行ってよっていう話ね。まあ、弓矢に行ってます。うんうんうん。これに乗ってってことね。そう、場所をちゃんと目視した。そうだね。飛んだ方がいいね。そうですね。うん。よいしょ。うん。で、その状態であれば弓矢とかも使えますか。そうだね。これな、これな、これな。できそうだね。うん、今だったらできたね。おお、素晴らしい。ヘイメン。それキャラじゃないですよ。そう、そうなの。覚えたてだから言いたいんだけどね。で、で、で、ここで降りるのかな。うん、ここじゃないです。ここじゃないね。もう一個ね。これな、これな。よし、トン。よし、左下のマップを見ると紫の点がございますので、この先がボスですね。あそこに行くのね。行かなくてもいいんだよね。いや、行かなきゃダメです。言うね。普通にあの意味がなくなってしまう。本当だよね。あ、弓矢来てます。あ、危ないですよ。あぶあぶあぶ。敵がいっぱいいますね。敵がいる。1、2。あれ模様かな。1、2、1、2。え、あ、下にいっぱいいた。3、4、5。で、全部倒しましょうか。とりあえず向こう側にしかいないのね。うん、倒そう。あ、ここは上はでダメだね。いけるかな。いけないな。うん。あ、いただただ。あいつ、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 あいつ。すごい張り合いの。よし。はあ。おお、怖い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 。じゃないですか。うわー、もうボスかー。早いよー。早いよ、回復したいよー。大丈夫です、大丈夫です。いけませんよ。いけるかなー。ボスが謎解き系だったらやだなー。まあ、何かしら倒すためのギミックはありますからね。そうだよねー。
君たちはどれだけハートを削りに来たんだい。おかしいじゃないのよ。うん、よし、さあボスですね。おお、なんかないかな、回復できるやつ。あった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 。さあ開くよ。はい、ドン。どうなるんだ、何が出てくるんだ。ん？捕まってるよ。封印されてるんですね。そっか、じゃあそっとしておこう。ね、そっとしておこう。リンク、起こしちゃダメだよ。起こさないようにね、寝てるからね。あー、やっちゃったやっと起こしちゃったよ。よくやった、よくやった。
これで影の結晶石は2つ。よしよし、ご褒美にお前に面白い話を聞かせてやるよ。ザント。それがこの世界に影の領域を広げていった影を支配する王と呼ばれる奴の名前さ。奴は強いぞ。今のお前とは比べ物にならないぐらいな。だけど私はザントが我々の王だなんて認めない。そしてこの光の世界を治めているのがあのぬくぬく育った姫さんたちだということもな。かといってあの姫さんをどうにかしようってわけじゃないぜ。私は影の結晶石さえ手に入ればそれでいいのさ。さあ残りの一つ頑張ってみようか。影の結晶石手に入れたら世界を支配できたりとかそういうのかな。どうなんでしょうね。だからこの子は手伝ってるんじゃないかな。まあ何かしらはありますね、多分。ねえ。あ、戻った戻った。戻りましたね。話すよ。いい人なんじゃない本当は。あれ、なんでこんなとこに。頭が痛いゴロだよね。でボス倒すと必ずハートの器がもらえますもん。そうだ、もうかなり前だもんね、ボス倒したの。まあ収録が前だったって。はい。から、ハートの器を手に入れた。おお、ロッカー。じゃあ行くよ。はい。よ、行くよ。まあ、かくそんぐらいは言ってますね。結構遊んでるね。勇者リンクよ、ここより北の大平原にある巨大な石橋を越えた先、精霊ラネールが守りし地に汝が探し求めるものはいるであろう。あ、リンク、イリア姉ちゃん、イリア姉ちゃんを助けてあげて。きっと他の場所に連れて行かれたんだよ。僕が頑張れたのはリンクとイリア姉ちゃんがいたからなんだ。ほら、僕はもう大丈夫だよ。ねえ、とある村でリンクに行ったこと覚えてる？僕、リンクみたいになりたいんだ。だから、もう心配しないでイリア姉ちゃんを助けてあげて。この子たちのことは私たちに任せてください。だからあなたは安心してあなたを必要とする人々のところへ行ってあげてください。そのお姿を見ているとハイラルに伝わる古の勇者を思い出します。あなたにハイラルを作りし玉石神々の祝福があらんことを。ないのかな。まあ今は危ない状況ですからね、闇が支配してて。あとイリア姉ちゃんはどっか行ったと。そうなんで、イリア姉ちゃんを助けに行くって感じですね。今度はこのリンクが助けに行くってことだね。そうです。
わかりました。わかりましたよ。とりあえず人に話しかけていきましょうか。短い間にいろんなことがありましたが、あなたのおかげでこの村にも少しずつ笑顔が戻り始めているのは感じます。コリーの事件で落ち込んでいたタロもようやく元気になって本当によかった。今は自分も手伝いをすると言って見張り台まで行ってくれています。見張り台はバーンズ工房のずっと上です。あなたが声をかけてあげたらきっと喜びますよ。バーンズ工房のずっと上。バーンズ工房っていうのがある。うん、バーンズ工房ちょっと上を見てみましょうか。うん、で、ちょっと左の方ですか。あれかな、あそこにいますね。うんうん、これがバーンズ工房かな。それはバーンズ工房ですね。うん、入ってみましょう。うん、邪魔しまーす。バーンズボム工房、あ、爆弾作ってるんだ。あー、このおじちゃんが作ってるんだ。この人がバーンズなんですね。なるほど。さあ、え、売ってるってことは買った方が良さそうだな。買いますか。買う。ん？買う。買いましょう。うん。爆弾は弓と合成すれば爆弾矢にして、おー、いいじゃん。へえ。詳しくはまた手紙送ってやる。へえ。走れながら A で投げられる。あ、石とかそういうのと同じ感覚でね。よし。屋上に行きましょう。まあ、ひょっとしたら今のを回収してくれれば何の問題もないんで。あ、そうだったの。はい。なんと、おーちゃんあんまりほら言わないからね。まあ、あのさっきの人に話聞いたら、多分バーンズ工房に誘導してくれるってのは確かうろ覚えで覚えてたんで。すごい。しかもそれ大体10年ぐらい前の記憶。10年ぐらい前の記憶で。でも確かこのタイミングで爆弾手に入ったなっていうのは覚えてたんで。おお、なるほどな。で、そこはもともと工房だった場所です。ここ倒されちゃったね。工房だね。そうです、虫を回収するときに爆発しちゃった場所です。あだね。とりあえずせっかくね、せっかくだから登りましょう。回っていきましょうか。うん。あ、さらに上か。あ、いや、眺めがね、すごいいいですね。この上にタロがいるわけですね。いた、タロ。リンク、オイラみんなのためにここで見張ってるんだ。今度化け物が襲ってきたら、オイラが大声で知らせてやるよ。はあ、本当は弓でもあればここからやっつけてやるのに。そうだリンク、オイラにちょっと教えてくれよ。リンクが撃つところを見せてくれるだけでいいから。うん、やったー。見せてあげるんですね。見せてあげる。湖の前にマロがいるから、そこからやってみせて。マロがいる。お、来たな。だが本当に弓なんて使えるのか。とある村では弓を持つ姿なんて見たことないんだがな。まあいい、まずはあれを射抜いてもらう。弓矢の中途にあれですね。うん、ふん、さすがに簡単だったようだな。じゃああれはどうだ。うん、あれ、あ、ちょっとしたですね。おお、はーい、こっちこっち。最後はこれを狙ってくれよ。ここら辺、どれだ？その左の、あの太郎が登ってる台ありますよね、灯台の、うん、高台の、うん、左の柱は一回ちょっと縦軸だけ合わせてみます。ここ？じゃあ横軸か。それにプラスちょっと左、気持ち左、あ、もうちょい右ですか。で、もうちょい右かな、もうちょい右、もうちょいそこら辺かな、もうちょい下か。それで、もうちょい右の右上。
おおほほほほほ。なるほど。とっておき。なんでマロハートを持ってるん？リンクさん、あ、郵便局の人だ。いたいた、リンクさん。お手紙をお届けに参りました。リンクさん宛てに2通お手紙があります。そんじゃ、私はここで待ってね。爆弾を買ったところからかも。そうですね、1通はそれですね。うん。手紙の方は、下ボタンかな、十字の、右下の、それですね。これかな？はい。それで見ることができます。うん。緊急連絡。かかりこ村に雑貨屋を開いたぞ。あ、さっきね、あったもんね。あ、これはまあ、もっと前に見るやつだったね。爆弾屋の作り方、まあとりあえずは、爆弾とかあの弓矢を装備するところで、うん、爆弾にアイコンを合わせた状態で ZL を押すと弓矢と合体させることができるよっていう。あ、アイテム画面で、あ、そうなんですよ。ほほー、まあ、他にもいろいろ合成できることありますので、他の武器でも。じゃあ合成を考えつつ使うってことね。まあ弾数の残りを気にしつつっていう感じですかね。うん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 。岩に何狙ってみるか。うん。おお。わあ、今後これやるのか。おや。あ、折れる。戻れなくなった。持ってかれちゃいましたね。ねえ。で、それを回収しに行くのかな。石材が足んなかったんでしょうね。そうだね。向こうの世界にね。うわ、来たよ、ややこしいの。まあ、今相手する必要ないんで。うん。確か相手する必要ないよ。行こうやっぱな。あれ、これはあの子か。なねんのうちに探してる奴がいるんだよ。よかったじゃないか。かかりこ村の北にある影の領域、ここだ。そうですね。あ、やっとここまで来たな。影の結晶石は残り一つ。ということは、ここが最後の影の領域、トワイライトなんだよ。無事に取り戻すことができるかはお前次第。さあ、どうする？はい、ということで。ここまでかーい。まあ、今回はここまでですね。はい。さあ、影の領域にトワイライト残り一つってことは、もうこれで終わりってことかな。そうですね、助けなきゃいけない大精霊もあと一人と、うん、その影の結晶があと一つあると、うん、うん。あら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 、これでエンディングに行くのかな。さあどうでしょうね、どうだ、あら、十何時間になるのかな。16時間とか。おー、感慨深いですね。まあそうですね。はい、GM チャンネルでは過去にもいろんな動画が配信されておりますので、よかったら見てくださいっていうのと、これからもトワイライトプリンセスは続いていきますので、よかったら覗いてみてください、はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。 GM コイン。